ジャスパルと申します。おはようございます。では11月15日水曜日の睡眠レポート見ていきたいと思います。イワーク、ハガネイルが追加されて初のレポートとなりますが、果たしてどうなるでしょうか。ぐっすり寝てるかい私。すやすやということでね、まずここの関門を突破することはできずというところになりましたね。いやね、昨日ね、寝ついた後というかね、はね、ちょっとお布団暑いなぁと思ってね、もぞもぞ動いてしまったような記憶がありますね。そんな感じで、本日はお腹の上にね、1体を含むポケモン6体となりました。眠気パワー11278200で見てまいりたいと思います。お腹の上ね、誰が出てくれるだろう。まだね、スーパー3とかだったと思うんですが、どなたですか？コラッタちゃん、そしてガーディーガーディーソーナンスまで見えたかなというところですね。リサーチ XP 的には500前後というところになりますでしょうか。さあ、コラッタの顔かきね、かわいいね。コラッタぐらいだとね、このぐらいのカビゴンのサイズでもちょうど良さそうに見えるよね。さあ、ということで、トープ洞窟はスヤスヤタイプ、結構ね、あの炎のポケモンがいたりしていい感じだと思うので、できればやはり火の嵐なんかに会いたいところではありますが、伸びんしてるね。さて、左側も見ていきましょう。いやー、でもぐっすり出せなかったね。やっぱりちょっと寝苦しかったかもしれない。ピッピーピッピー、グッドスリープデイ以外で初めて見たかも。1ヶ月に1体出てくれるかくれないかぐらいの感じでした。そして人影も寝てましたという感じになりましたね。オッケー、ではまとめてリサーチさせてもらいましょう。これどうしよっかな。人影を狙うのもありだし、コラッタ狙うのもあり、ちょっと考えていこうかなと思います。ということで、寝顔ソーナンス、メスのソーナンスの尻尾隠しね。そしてガーディがのびーんと寝てまして、人影パチパチ寝です。本当に可愛いね、人影。そしてこっちはね、しっかり伸びた瞬間伸びね、この顔と伸びとのコントラストが最高。そしてコラッタのお腹の上寝が見ることができまして、なんとピッピも見ることができました。穏やかねとなりました、ね、色違いのね、お手伝いボーナスピクシー、できればねレベル30にしたいなーなんて思ってたので、これは非常に嬉しい飴の供給となりましたね。すべてのポケモンのリサーチ完了です。さあ、ということで、誰かにチャンスがついてくれるんだ。だと、これはガーディを狙ってもいいかなというところと思ったら、ガーディはすでにお迎えできる圏内でありましたね。人影ちゃんはどうなってますか？あ、人影は新品なのか。そっかそっか。そうなってくると、とりあえず、人影お迎えしたいかな。ので、ボーナスサブレは人影に。いや、でもちょっと違うな。人影は一応もうレベル30の子がいるから、まあでもそれでもレベル上げてもいいか。ちょっと考えようかな。今ね、なぜかね、サブアカの体で考えてたんですけれども、そう、あのピッピー、色違いのピクシー持ってるのサブアカなんですけど、こっちメインアカウントなので、ピッピピクシー系統はこう育ててる子いないですね。そしてリザードンも1体持っているよというところなので、これは神の教えに従ってガーディちゃんをゲットしていくのが良かったりしますか？そうさせていただこうかなと思います。せっかくなので2体ともお迎えしちゃおうかな。そうしましょう。のでボーナススリープポイントでポケサブレ買っていきましょう。ボーナス3ポイントでね、ポケサブレ購入させていただきましょう。さあ、スリープポイントで1回1枚交換しまして、ポケサブレをこの子にあげていきたいかなと思います。さあ、お食べガーディー。ガーディーもね、スキルタイプのポケモンなのでね、なかなか無課金が使うのは難しい1体であるとは思うんですが、それでもまあちょっとね、フレンドレベル上げておけばいつか使える瞬間来るかもしれないのでね、お迎えしたいなと思います。美味しかったかい？うん、よかった。よろしくね、ガーディー。オッケー、それじゃあ1体お迎えしまして、もう1体チャンスがついた子の方にボーナスサブレ上げていきましょう。さあ、こっちもよろしくね、ガーディー。嬉しいよ、2体ね、モフモフのポケモンどれだけいてもいいですからね。さあ、よろしくね。
これで4体目のお迎え、3体目、4体目のお迎えをすることができました。オッケー、そんな感じでね、以上でおやつタイム終了していこうかなと思います。ね、来週ね、EV ウィークでボーナススリープポイントももらえますし、週月末にはグッドスリープデーもありますのでね。一応今週、もしかしたらゴローニャに会えるかもしれないということで、マスターサブレの分4000ポイントだけは残しつつ、残りはポケサブレにね、交換していくのもやぶさかではないかなというところですね。さあ、ということで、今日の1枚は誰にしていこう。このままコラッタちゃんか、人影ちゃんかというところかな。人影にしちゃおうかな。では人影のパチパチ寝にしていきましょう。さあ、ということで、結構ね、今日は嬉しい飴の供給がありましたね。オッケー。結局、リサーチ XP は500ぐらいというところでね、ちょうどいい感じになりました。明日ランク39に上がりそうですね。いやー、明日はぐっすり眠れるかな。最近スヤスヤが多いんだよな。まあでもそれはそれでトープ洞窟的には合っていると言えなくもないさ、無邪気なガーディーちゃんです。さあ、ガーディーのステータス見ていきましょう。無邪気なガーディーちゃんということで、サブスキルこちら、ドン！お手伝いスピード S、スキルレベルアップ M となっているんですが、そう、無邪気はね、メインスキル発生確率が下がってるんですね。でもこれは、一応めちゃくちゃ強いな。ちゃんとスキル確率アップ M も持っておりますので、スキル確率が下がっているとはいえ、スキルレベルアップ無課金にはめちゃくちゃありがたい。そんなね、ガーディーちゃんでした。ありがとうね、ガーディー。さあ、そしてもう一体のガーディーも見せてもらいましょう。さあ、こっちのガーディーはオスのガーディー、レベル9、生意気なガーディーだ。生意気だ。で、生意気な子は今度はね、スキル発生確率が上がっておりますので、サブスキルが解放されていないにもかかわらず、さっきの子よりも全然 SP 高いですよ。さあ、見ていきましょう。あ、この子はハーブハーブハーブの子となりました。ということで、レベル9なのでサブスキルまだ発動していません。こっちもスキルレベルアップ M お願いします。見ていきましょう。せーの、ドン。ということで、あるあります。最大所持数アップ L もね、こう朝一に起きた時に即座にね、スキル使ってくれる可能性がぐっと上がりますので、意外と相性のいいスキルかなと思います。まあ25レベまでね、生意気の子を育てるのが大変というところはあるんですが、それにしても育てていく候補にはなるかなという、そんな一体でしたね。ガーディーちゃんを迎えできました。どっちの子もまさかの本当にね、スキルレベルアップ M 持ってくれてましたね。いや、素敵なガーディーに出会えました、ね、ありがとうガーディー、よろしくね。さあ、ということで戻ってまいりまして、いやー、明日以降もね、引き続きぐっすり睡眠狙って、一応イワーク見られたらいいなというところですね。皆さんはイワークに出会えたりゲットできたりしましたでしょうか。ちらっとね、ツイッター X なんか見たりしたんですけれども、めちゃくちゃゲット報告が上がっているという感じではなかったかなと思うので、やっぱりこうゲットするハードルは高そうだなと少し感じましたね。どうやらね、第三食材がほっこりポテトなんじゃないかというお話だったり、食材確率がめちゃくちゃ低いんじゃないかみたいな話があったり、もしね、本当だとすると、はちゃめちゃに強い要素がさらに掘り出されているイワークなんですけれども、あとはね、スキル確率がどうであるかとかもね、もうしばらくしたら出揃うのかなと思いますので、注目していきたいですね。まあとはいえね、無課金勢には厳選のハードルあまりにも高いので、いずれにせよこう理想個体一歩一歩がゲットできたら、めちゃくちゃ運がいいなというようなポケモンにはなるかなと思います。引き続きね、まったり狙っていこうかなと思います。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッと押していただけますと、とっても励みになります。いつもありがとうございます。言うてね、まだまだ水曜日ですからね、これから先もイワークチャンスたくさんあるかなと思います。パルはね、ぐっすり以外にも欲しいポケモンたくさんおりますので、新たな出会い、そして残り3種のネガを埋められるように頑張っていきたいかなと思います。それでは平日折り返し、今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。